はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係丸6をお送りします。で、まあ、このタイトルも6本目でまたねちょっと違うタイプの問題を取り上げていきます。で、大きな問題が1つあって小問がねこうやって3つありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあ、二次方程式 x2 乗マイナス mx プラス 2m プラス5イコール0、まあ、m が使われてるね。で、こいつが次のような異なる2つの解を持つように、もう異なる2つの解を持つことは決定してるんです、ここで。で、その時の定数 m の値の範囲を定めよう、まあ求めようってことだね。で、まず1番、1つ目はその異なる2つの解が両方とも正の時、 m の範囲なーにって聞かれてるんです。で、これはですね、もう2つとも正って言われたらこれを解けばいいんだ、2つとも負だったらこれだ、if 号ならこれだってまず覚えちゃうと楽です。いい？で、まず1問目、2つとも正と言われたら3つ求めます。3つで、まずやること、1個目が判別式が正です。で、これはもう異なる2つの解って言ってるから判別式は正なんなきゃいけないんだよ。だからこれがまず入ってくる。で、その2つの解を今アルファとベータだとね、いつも使うように考えていくと、次にアルファ足すベータが正になります。で、これなんでかっていうと、両方今2つとも正でしょ。じゃあ正のものと正のものを足したらもちろん正じゃんか。だから正になると、足したものはね。で、ラスト3つ目がかけたものが正になります。で、これもアルファとベータが両方正って分かってるから、もちろんかけたら正になるじゃんか。だからこの3つをやって最後に一気にまとめていきます。で、まあ、よくね、俺こう倍分けの書いちゃうんで、まずここからいこうか。判別式ね。D 大なり0より、で、D は判別式なんで、B の2乗マイナス 4AC でいけるから、B の2乗マイナス 4AC、マイナス4をね、こいつにかければいいので、で、こうなるね。で、今回ね、幅が結構怪しいんで、ちょっと頑張りますね。これ因数分解できるね。10と2か。プラス2。で、こう。で、大なり、ね、こっちに口が向いてるので、答えね、ここから求めるのは、m がまずマイナス2より小さい。そして、もう一個、m が10より大きい。これがまず一つ目です。d を解いたパターンですね。で、次に2番いきます。これ。で、アルファ足すベータ、これが大なり0より、で、アルファ足すベータっていうのは2つのね解を足したものなんで、ここの if 号になります。で、これね、なんだ、今動画ね撮りながらアップしていき、してってるんだけど、で、その中で質問もねちょうど受けたんで、ここで答えさせてもらうね。本当はアルファ足すベータってマイナス a 分の b なんだよ、本当は。俺ね、ここの if 号って言っちゃってるけど、それはここが1なんで、アルファ足すベータっていうのは本当はちゃんと覚えたらマイナス a 分の b、 これやったからね、前ポイントでね。で、今 a の部分が1なんでマイナス b になるんだよ。つまりここの b の if 号だよっていうふうに考えちゃうと楽なんでね、時間が短縮できるから。だからここが1だったらこれが使えると思ってください。ごめんね、ちょっと今までね、そう、説明ちゃんとせずに普通に使ってしまったんで申し訳なかったです。だから戻ると、アルファ足すベータ、これの if 号になるから、そのまんま、m 大なり0になります。いいね。で、次3つ目。で、かけたものが0より、で、これも、この、ここだよって言ってましたけど、これも a 分の c なんだよ、本当は。これ分のこれなんだけど、a が1だから、ここがね、そのままこれと同じになりますよってよく使っちゃうんだけど。だから 2m プラス5、これが0。で、これ解くと、5を持ってきて2で割ればいいから、マイナス2分の5より大きいとこうなります。
いいね。で、今3つ解き終わりました。こことこことこの3箇所、これを一つの数直線に表します。いいね、最後まとめるからね、数直線に入るだろうか。ちょっとやってみようか。まあ、こう数直線があると大丈夫かな。で、まあ、一つ目、まずこれを書けばいいから、まずマイナス2よりちっちゃいなんで、マイナス2より小さいと10より大きいだから、ここ同じ答えなんで同じ高さで書いてください。これとこれは共通でね。で、2番目は0より大きいです。だからまあ0この辺にしようか。0より大きいで高さ変えます。ちゃんとこうする。で、最後マイナス2分の5より大きい。マイナス2分の5はマイナス2より左側にあるから、ちょっと見やすいように話すよ。マイナス2分の5より大きいから高さを変えてこう書きます。で、今回はこれもこれもこれも全部満たさなきゃいけないんで、3本全部通ってるところが答えで、どこかっていうとここだよね、3本全部通ってるのは。だから10より大きいところ、つまり答えは M は M 大なり10と、これが答えになります。まあ、こんな感じです。解くとしたらね。よし、じゃあ2番いきましょう。で、次は2つとも負のパターンですね。で、まあ同じでいいか。で、2つとも負の時も、まず、判別式は正です。なぜなら異なる2つの解って言ってるからね。で、次、アルファ足すベータ。これ負になります。で、なぜなら、ね、両方とも答えが負だったら、負と負を足せば負になるじゃんか。だから負になる。で、最後、かけたもの、これは正になります。で、なぜなら負と負はかけたら正に戻るからね。なんでこの3つをやればいいと。で、これはまず D ダイナリー0より、これ今同じの解いてるからもうそのまま使っちゃっていいです。使い回しでね、マイナス2と M が10より大きい。で、2番がアルファ足すベータ小なり0より、アルファ足すベータはね今 M なんだよね。だから M 小なり0となる。で、3番かけたものは正大なり0より、これさっきと全く同じだからね。だから同じ答えを使い回せばいいから、大なりマイナス2分の5と。で、こっちで解いてる分すごく楽になるね。で、数直線にまとめると。で、まとめると、うん、右下がったね。まあいいか。で、まずこれからいこうか。マイナス2より小さいで10より大きいで0より小さいだから、今度は0より小さいで、最後マイナス2分の5より大きいだから、ちょっと離すね。マイナス2分の5より大きいと。で、さっきも言ったように3本全部あるところが答えなので、今はここです。マイナス2分の5からマイナス2の間だけ3本あるのね。だから答えはマイナス2分の5小なり M 小なりマイナス2と、これが2番の答えになります。で、最後3番ですね。 if 語になるときで、これは一番簡単で、実は条件1個しかありません。何やるかっていうと、かけたものが負です。これだけでいいの、 if 語のときは。いい、まあ if 語なんでプラスとマイナスなんだよね、答えが。それかければ負になるだけど、まあ、これだけで済みます。いい、まず今回に関してはこれでね、解けるってことを覚えちゃうといいです。で、先にね、ちょっと解いちゃいますね。で、アルファベータが負なので、まずこれアルファベータ、さっきやってるから一応でもちゃんとやるか。アルファベータ 2M プラス5、これがこうで、解くと5を持ってくるだけだからね。で、割ってマイナス2分の5より小さいと、これで終了となります。いいかな。で、ここの問題に関しては二次関数の知識とはこうつなげて解くこともできる、実は。
で、どう解くかっていうと、じゃあ例えばどれにしようかな、最後にしようか、符号のやつとかに。これ左側のこれ y イコール、まあ、fx でもいいけど y イコール x2 乗マイナス mx プラス 2m プラス5っていう関数について考えてるんだと思うといいんだよ。例えばちょっと y イコールって書くよ、 y イコール x2 乗マイナス mx プラス 2m プラス5と。で、これと y イコール0、つまり x 軸ね、の交点のことを考える。で、今 x2 乗なんで下に凸だから、こうなってて、こうなってる。で、x 軸との交点のこことここが解になります。もちろん順番ちょっとわからないですけど、まあ、勝手にもアルファベータで置いちゃおうか。で、if 号ってのはこういう状態なのね。いい？で、2つの解、アルファとベータが今かけて負になる。負になるでしょ？プラスとマイナス。かけて負になるんだったら絶対こうなるんだよ。判別式とかいらないの、絶対に。だから最後に関してはかけたものが負だけで解くことができます。いいかな？まあ、本当はこっちもね、説明した方がいいんだろうけど、ちょっと長くなってしまうので、ね、ここで一応終わりにしておきます。だから今回はまあこういうタイプの問題が出てきたら、まずね、2つとも正だったらこの条件です。3つ。2つとも負だったらこの条件です。で、if 号って言われたら、まあ、片方が正で、もう片方が負みたいな感じでもそうですけど、そう書かれたら、この条件だけで解くことができます。で、あと、そのね、2次関数の知識とつながってるんだっていうのもちょっと覚えておいてもらえると、多分これ以降の問題、まあ、ちょっと動画もそうですけど、他に出てくる問題で対応することができると思いますので、まあ、その辺もね、覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の解と係数の関係丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだね、ちょっと違うタイプの問題が残ってますので、次回丸7の方もぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。